番書をご覧ください。第4節、欄に入っていきます。よろしくお願いします。さて、欄という言葉は今までにももうすでに出てきています。校内通信網のことを欄というふうに言っていましたよね、えー。番書の方はこの第4節の内容の中の基本的な内容、それから出題実績のあるものをまとめてあります。さて、番書の左上ご覧ください。欄という言葉と、ワンという言葉を対比させるような形で 載せてみましたこのテキストでは第4節の第1項がランという名前ですけれども、えー、第6項ですね第6項がワンという風になっていますで、ランとワンというのは口内、それから口域という意味でよく対比されるランという言葉はワンという言葉と対比される形で通常の使われる言葉なんですねで、具体的にはランというのが建物ないとか 敷地内といった特定の管理者がいてその管理者の管理範囲内の中で任意に使っていけるネットワークのことです一方でインターネットとか企業間のネットワークの接続といったように地理的にも広域なものを「ワン」というふうに言います。ランが一つのネットワークとするならば 広域ネットワークというものを介して別のランともつながっていくよというようなイメージで考えていただければと思いますそして世界的にそれがつながっているものがインターネットであり特定の企業間とか複数の企業の集まりの中でつながっているようなものがあるならば企業間のネットワークということになります今後の第4節では第6項に「ワン」という言葉も出てきますがここで対峙させる形で一緒にご説明をしました。 さて、LAN というものを構築するときには、じゃあ一体どういうふうに技術的な内容を組み合わせていくのかなということをこの説では勉強していきます。え、それでは第2項、LAN のトポロジーというところをご覧ください。このトポロジーという言葉は、ですね、こ LAN の,の接続形態という意味でトポロジーという言葉を使います。 もし皆さんが今後勉強していったり試験問題にトポロジーという言葉が出てきたらランの接続形態のことであるというふうに分かるようにしておきましょう。でこのランのトポロジーのところはこの情報システムの勉強をしていく時にはですね基本的伝統的な内容として誰もが学びいつ出されても文句が言えないところですので3つの接続形態ランのトポロジーを分かるようにしておきましょう。名前とと、しして確認しますとバス型 リング型、スター型というこの3つに分かれますテキストもご覧くださいバス型、リング型、スター型でテキストの内容をこちらの板書にも書いておきましたバス型、リング型、スター型ですこのうち現在主流のものがスター型と呼ばれるものでスター型の図をご覧ください3台パソコンが書いてあるイメージ図がありますがその真ん中に接続するための機械が載ってますよねこれが終繕装置ハブ というものになりますで機能の観点から言うと一般的にはスイッチングハブが使われているという理解で結構です。で、えー、バス型とかリング型というのは近年ではの特殊な用途以外にはあまり使われなくなってきています。でバス型は特に古いタイプなので積極的に使われることはなくリング型は用途によっては使われるというような感じのイメージになります。で、えー、歴史を追ってみるとバス型から見てみましょう。バス型と いうのは1本線があってそこに木の枝にぶら下がるような形でコンピューターがつながっていますよねこの真ん中の基幹になる線基幹線のところに信号が流れるようになっていてでその信号の流れを枝のようにぶら下げた端末が使っていくというスタイルになります、はい、でそれからリング型というのがありますなんか真ん中に基幹線が 感情に描かれていますよね。そこにこういうタイプをリング型というふうに呼びます。そしてスター型というのがハブを使ったもので,でハブを中心に見ると星型に広がっているような形態に見えるのでスター型というふうに言います。 で、えー、次にですね RAN のアクセス制御方式というのがありますがこの RAN の3つのトポロジーによってどんなアクセス制御を使うのかというのが変わってくるんですねじゃあアクセス制御って何ですかっていうことなんですが場所右上ご覧ください RAN におけるアクセス制御というのは送信権のコントロールということになります RAN のアクセス制御方式第3項の説明文章の最初のところにも こう書いてあります LAN は複数のコンピューターを線で結ぶためケーブル上にデータを流す権利のコントロールが必要になるこのことをアクセス制御というふうに LAN の世界では言います何を言っているのかっていうと電気信号をケーブルの中を流していくわけですよねで、その時にこっちから流れていこうとする信号があるこっちから流れていこうとしある信号があるこれが同時にあの流れてくるとぶつかってしまうということが 起こるんですこれだと困っちゃいますよねでそうするとデータが壊れてしまったり消えてしまったりということがありますのでそういうぶつかることがないようにこう時間差で流していくっていう仕組みを作るこれが分かりやすく言うと LAN のアクセス制御方式ということになります。 で代表的なアクセス制御方式にテキストをご覧ください CSMA、CS CD 方式、えーテキえー、ごめんなさい板書にもこう書いておきました CSMA、CS CD それから、えー、テキストの括弧の2番トークンパッシング方式板書でもトークンパッシングと書いておきましたこの2つがまずあります。で、えー、今、LAN というお話でずっとしてきてますけれども皆さんもご存知だと思いますが LAN といっても現在は線を使う優先のタイプと。 無線のタイプがあります広い意味では LAN は有線 LAN 無線 LAN というふうに分けることができるんですがここの第4節では特に断りがない場合有線 LAN の話をしているというふうにお考えくださいこのテキストでは次の第5節に無線 LAN の話を別立てで載せていますでえ、ただですねこの LAN のアクセス制御方式は無線 LAN で積極的に採用されているものもあるのでちょっと先読みしましてこちらに CSMACA というのも ご紹介ししておきましたテキストの145ページには CSMACA は載せてありませんが無線 LAN の方のページの148ページには CSMACA 方式というのを紹介してあります詳細なお話はまた148ページにたどり着いた時にしますけれども LAN のアクセス制御方式としては代表的なものとしてこの大きく3つあってこのうち有線 LAN で積極的に利用されているのが 上の二つなので第四節のところではこの二つを紹介してありますじゃあ送信権をどういうふうにコントロールしますかということなんです CSMACD 方式説明を読んでみましょうデータを送信したい機器はつまりコンピューターですね例えばケーブルの通信状況を監視しケーブルの中を今 送信するような状況がなってるかなってないかなってないんだったら今自分が送信してもいいよねっていう判断をするということですねこれを監視しケーブルが開くと送信を開始する常に監視してるわけです。で自分が送信しようと思った時に監視をするわけです。そして行けけそうだなっってて言ったら出ていくわけですね車が路地とか駐車場から環状線の道路に出ていくような感じだと思っていただければ結構です。行行けそうだなっって言ったら行くと いうことですでその先読んでみましょうこの時もし複数の濃度が濃度っていうのは複数の端末と考えてください同時に送信を開始するとケーブル内でデータが衝突して壊れることが出てきますこの衝突して壊れることをコリジョンというふうに言います。で両者は送信を中止しね、えー ランダムな時間待機してから送信を開始する例えばこちらの端末が今空いてると思って送信したこちらの端末も今空いてると思って送信したそしたらぶつかってしまったコリジョンが起こるそしたらエラーですよっていうのことがの端末にそれぞれ信号が返されるんですねそうすると再送が行われるただし再送する時もまた一緒にタイミングで出たらまたぶつかっちゃいますので今度 は再送する時はランダムな時間間隔を最初に置いてぶつからないようにするというふうにする方法を方式といいう風に言います似た仕組みでちょっと違うのが無線 LAN のところでご紹介する CSMACA 方式なので後で CSMACA が148ページで出てきますから CSMACD の方の仕組みにまずよくね覚えておいてください。 それからトークンパッシング方式というのがあります。これはリング型の欄で使われる方法なんですね。リング型の場合は機線が環状になっていますね。この環状になっている機関線の中をトークンと呼ばれる信号をぐる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 回して流しておくんです。で、このトークンを実は送信したいなと思う端末が見つけて、あ、トークンがいるって言ったらこれをパッと捕まえるわけです。 でこのトークンを掴んだだ端末だけが送信権を得る。送信が終わったらトークンが解放されてまた回るこれをやっていけば衝突、コリジョンを防ぐことができそうですよね。こういう仕組みをトークンパッシング方式というふうに呼びその送信権を与えるぐるぐる回しておく信号のことをトークンというふうに言います。 LAN のトポロジーとともにこの LAN のアクセス制御方式はぜひね覚えておいてください伝統的によく出てきます次に第4項イーサーネットと読みますけれどもこれを見てみましょうイーサーネットっていうのはですね LAN の規格のことなんですねそしてこのイーサーネットという LAN の規格は有線 LAN で採用されていますなのでバス型リング型スター型と場所に書いてあるところに有線 LAN と書きそこに優先欄はイーサーネットを採用しているというふうに書いてみましたバス型リング型スター型はいずれも優先欄の欄のトポロジーですそして優先欄を採用する場合にはその規格としてイーサーネットという規格が採用されていますよということなんですねなのでイーサーネットという言葉が優先欄を意味する同じ言葉のとして あの便宜上使われることもよくあります、はい、え続いて第5項ブロードキャストストームというのをご説明しましょう板書ではこの右下の図を使っていきますでブロードキャストストームっていうのは実は良くない状況のことを言いますが異常状態になってしまうことですねじゃあどんな異常なのかということをテキストの内容を読みながらご説明します 読んでみましょうブロードキャストストームとは誤って LAN をループ上に構成することにより LAN のブロードキャストフレームが増殖し続ける現象のことであると書いてあります。でその後ブロードキャストフレームは LAN 上のすべての機器を宛先とするデータのことで。 ループがない正常な構成ならばブロードキャストフレームは欄上のすべてのマシンに届いて終わるここまでの説明をまずしてみましょうブロードキャストというのはどこかのコンピューターが接続されている他のコンピューターのすべてに対しての信号を投げかけることを言いますこれはあの ARP の説明の時にお話をしたのが代表例ですね ARP という仕組みを利用するためには ある端末がこの IP アドレスを持っているコンピューターがあったら、MAC アドレスを教えてくださいねって言って、すべてのコンピューター接続されているコンピューターに対してその信号を送るわけです。全部に送らないとどれが応答してくるかはわからないわけですから、全部に送る必要がありますよね。こういうのをブロードキャストというふうに言うんです。全部に対してあの信号を送ることをブロードキャストと言います。ちなみに。 特定のピンポイントの端末コンピューターに対して信号を起こることをブロードキャストに対してユニキャストというふうに言います。ブロードキャストとユニキャストという言葉もついで覚えておいてください。で、例えばこの PC の位置がブロードキャストをしたとします。すべての接続しているコンピューターに信号を投げかけるとします。そうすると p c に PC3、4、5、6、全部に信号が行くわけです。 でその信号が届いておしまいですよね。まあルーターに行ってもいいんですけどもルーターはまあ便宜上載せてあるんで,でこの PC2PC3PC4PC5PC6 すべてのところにブロードキャストの信号が行っておしまいですよね。で応答するコンピューターがあれば応答してくるということになります。でこれがブロードキャストストームというのが起こらない正常な状態です。でテキストでは えーとループがない正常な構成ならばブロードキャストフレームはラン n 上のすべてのマシンに届いて終わると書いてありますそれは今お話しした届いいて終わるととうことですしかしループ構成の部分があるとブロードキャストフ,ルフレームはループ部分をいつまでも回り続け最終的にラン全体がダウンすると例えばどういうことかということなんです。例えば こんな風になってたとしましょう。ちょっとこう一部書き換えます。色を変えて書き換えてみましょう。例えば、こんな構成になっていたとする。ここにもスイッチングハブがあって。で、PC さんはスイッチングハブをこういう風に経由してつながっていたとします。 こういうい構成だってありえますよね。まだ他にも追加したいコンピューターがあるなんて言ったらこういうつなぎ方をすることだってありえます。ところが何の間違いかこれがこの右側の方のスイッチングハブにもつながってしまったとするとこういうことが起こりえます。 こんな論理構成図だとそんなことないだろうと思うと思うんですが物理的な実際の配線をしてみるとここが何メートルも離れてたり今手元にあるケーブルがどこから来てるやつなのか分かんなくなっちゃったりっていうことってありえるわけです。でこれが間違ってこんな風になると例えば PC1 がブロードキャストします PC2 に届きます PC3 にも届きます456にも届きますがここの PC さんに行くところのスイッチングハブを経由してこっちの右側のスイッチングハブの方にも信号がいっちゃうそうすると一回行ったブロードキャストの信号がこっち経由でまた来てでこれがまたこっちの信号がこっちに戻ってきてまたこっちにブロードキャストされてっていうふうになるとぐるぐる回ってしかも回るたんびにブロードキャストブロードキャストって言って再現がなくなってしまいますよね。ここうういうことが異常状態になります とということでありりループ構成とということになりますでテキストですねそういうことが起こると最終的にダウンしちゃいますよと。でブロードキャストストームをやめるにはループ状になっている LAN ケーブルをスイッチングハブから引き抜いてループ構成を解消すればいい例えばこれをなくしますよということです。でブローードキャストストトムと いうのは実際ね本試験でも出題実績があるんですけれども、そんなにね基本用語ではないですが出題された実績があるので今後もしねまた出てきた場合にわかるようにしておくと保険が効くと思います。さてテキストでは第六項ワンがありますけれどもこちらはランとワンの対比でもうすでにお話をしています。で補足をするならば例えばルーターという機器です。ルーターというのは他のネットワークとつなげるための機器ですよね。そうなるとルーターというのは実は ケーブルの接続口が例えばこの図でいうと「LAN 側」という接続口があってで外側の方には「WAN 側」という接続口があります。実際ルーターではですねケーブルの接続口のところに「LAN 側」「WAN 側」っていう。 か名前が刻み込まれていたりシールが貼られていたりしてそれに従って接続するようになっています以上で欄のお話基本的には有線欄のお話を終わりますのでよろしくお願いします版書をご覧ください第五節無線欄に入ります さて一つ前の第4節では有 LAN を中心に勉強してきましたけれどもここの5節では私たちも身近に使っている方が多いかなと思われるんですが無線、LAN、についいてて勉強していきます有線無線もちろんこれはケーブルがあるかないかということですよね。まずそこから確認していくために番書の左上には「無線 LAN を使った時のメリットとデメリット」を書いておきました。まずメリット 何といっても設置のの自由度がが高いといとうのがありますそれから物理的に端末を増やしたり減らしたりということに関しても非常に、ね、取り扱いがしやすくなっていくこれが最大のメリットと言えるでしょう。それからもう一つですけどもスマートフォンとかタブレット端末携帯端末ですねこれらは基本的に無線 LAN で の機能しか標準では搭載していませんので優先欄では標準状態ではつなげられないということになってしまいますなので携帯端末に適しているというところも現在ではとても大きなメリットになってきますね一方でデメリットですけども速度や安定性が優先に劣るというのがありますやはりね、空気を媒介としてで情報やり取りしていますから電波の状況によって 速度や安定性、これが低下するということが時折見られるわけですね。それからもう一つ電波を使って通信していますから、その電波を誰が傍受するかっていうことに対して制限をかけることが大変難しいじゃないですか。なのでセキュリティ問題が有線よりも生じやすいということになります。逆に言うと使い勝手としては無線 LAN の方が設置の 自由度が高いというような意味で利用したいという思惑があっても速度安定性セキュリティ性などを維持したい高いレベルで維持したいということであえて優先欄を使うあるいは全てのコンピューターではなくても特にセキュリティ問題が出そうなコンピューターについては優先欄でしか使わないというような使い分けももちろんあります。 さてテキストでは第1項無線 LAN というところに図が載せてありますこの図で全体像を把握しておきましょう図の名前が有線 LAN と無線 LAN 接続光回線でインターネットに接続した場合となっているものです、はい、でこれを見ますとまず有線 LAN の方を見てみましょうインターネット側から見てみると回線終端末装置というのがありますえ、はい、これがあの外からのデジタル信号を宅内で 使ええるるようなデジタル信号に変える機械ですよ、ねまあ現在では光回線の場合、一新線を使ってますから、ONU というものになるでしょう。で、LAN の方の場合は、ルーターがありませんけれども、この回線周端末装置自体が ONU の機能、ルーターの機能を両方有して一台になっているタイプのものというふうに考えていただければと思います。そそししてて電話もつながっているしスイッチングハブそれから、えー それのスイッチングハブを介して複数の端末がつながっているという状態になっています。で、同じようなことを無線 LAN で実現したらどうなるのかっていうのが右側の無線 LAN の構成というものです。で、インターネット網から光回線が引かれていて、で、回線終端末装置があります。で、この図ではのルーターは別立てで。 載せてありますでこれは無線 LAN のイメージをしやすくするために別々の機器として描いてありますがもちろん回線端末装置自体がルーターの機能を持っっててていいい1台というスタイルになっているものもありますで、えー、このあ見ますとまず無線 LAN のアクセスポイントモードで動作してますよアクセスポイントっていうのは無線 LAN につなげようという端末の,あのその信号のやり取りをね1点に引き受けてまとめて管理する機械のことですね。 で、えー、とこのなんていうか無線 LAN の送受信のための専用の機械ですねでこの機械を無線 LAN ルーターとか無線 LAN アクセスポイントというふうに言います。で大抵の場合無線 LAN のアクセスポイントとしての機能を持っている機械はルーターの機能も持っているので無線 LAN ルーターと言ったらですね無線 LAN のアクセスポイントの機能も同時に持っている。 もちろん、ね、有線 LAN の接続口もついているというタイプが現在ではほとんど、ね、ブロードバンドルーターの機能の仕様になっていますね。なのでブロードバンドルーターをアクセスポイントとして使えますよというスタイルになっているあるいはルーターモードで使えますよということになっている回線周端末装置の方にルーターの機能があるならばアクセスポイントだけの単純な電波のやり取りの集約所 という仕組みになるしで回線周端末装置の方にルーターの機能がないならば、えー、このアクセスポイントがルーターの機能も持った形でアクセスポイントとしても機能するという状態で動作するということになります。現在売られているブロードバンドルーターはいろんな機能があって切切りり替替えええててててどこまままででののの機能使使っっいいいくのかっていううをあの、ま、さににるようになっています、はい、そういう意味ではもう一つあの中継機械みたいなのがありますよね。 でブリッジモードというふうになっている機械の方です。これは、例えば無線 LAN の電波が届きにくいような部屋がある場合に中継機を置くと。こういう役割のものですね。で、製品としては、無線 LAN ルーターっていう名前で売られているもの、無線 LAN アクセスポイントっていう名前で売られているものと基本的には同じで、その機械をブリッジモードという中継機能に切り替えて使っているということを示しています。ちなみに、ブリッジっていうのは、もともとあのイーサーネット のバス型の欄で使われていた言葉でバス型の欄では機関線があってそこに枝のように端末がぶら下がっていますよねでこの機関線が例えば建物の1階に1本あって2階にもう1本あるというような場合1階と2階もつなげたいよという場合機関線同士を中継してつなげる必要がありますよねこの中継機械のことをブリッジ橋をかける といううういいでブリッジというふうに言うんです。なので無線 LAN の時代になってもこのような中継機械のことをブリッジモードで動かすす。といいう言い方をしますそれからこの全体像を見ていただくとそれぞれのコンピューターの端末が直接アクセスポイントにつながっているものもあるし中継機を使ってつながっているものもあるというようなイメージになります。 こんなふうに、えー、と無線欄では、ね、機器の構成が行われますので全体のイメージを頭の中に入れておいてください。では、えー、続いていきましょう。はいえー、テキストの148ページに行っていただくと CSMACA というのが出てきました。これは有線欄のお話をしたときに CSMACD というものと対比させますので CD の方をよく覚えておいてくださいねというふうに申し上げました。はい の方は有線 LAN で採用されているというお話をしましたけれども無線 LAN の場合は CSMA CA という方式を使いますじゃあ CD と CA 動作の内容がちょっと違うので、えー、こちらの板、ね、書を使ってご説明したいと思います皆さんは CSMA CA の方の説明を読んでいただいて とさらに理解が深まるかと思いますけどまだ読んでないよという方逆にこの版書の説明を先に聞いていただいても結構ですまず CSMACD の方ですけども各端末は回線が空いてるかどうかということを確認しますで、空いているとなったらすぐ送信します すすすぐ送信るると場合によってはコリジョン衝突がが生じる可能性がありますねもしコリジョンが生じたらそれはケーブル上で異常状態が発生したのでそれはネットワークの中で確認することができますからコリジョンが発生したら再送をするというふうな流れになります一方で CSMCA の方はこういう方法をとりますまず回線が空いてるかどうかというとチェックするここまでは CSMCD とほぼ同じです その後すぐに送信開いてるとなったらすぐに送信するのではなくてランダムな時間待ってから送信します。例えばこっちの端末こっちの端末両方こう回線を見張っていておいけそうだとなった時に CSMACD だとよし行けってなるとコリジョンが発生しちゃうかもしれないそこで c s m a c a 方式というのはこっちもこっちの端末があ開いてるこっちの端末も開いてると思ったけれどもランダムな時間間隔待たせてから 送る。そうすると。あるいは。こうずらして送ることが可能性確率が高まりますよね。こういう方法を取ることによって、コリジョンの事前回避をしようと。いう思惑が実はあるんです。これが cd と ca の特に顕著な違いとなります。ただしです。空気を使ってデータを送りますから。 相手に本当に届いたのかどうかっていうのを確認するのが困難です。ケーブルであればケーブルの中だけ見張っていれば何か起こってる、正常か異常か分かりますけども、空気で飛ばしてるんですから、どこで何が起こってるのかを見張り切るのは不可能ですよね。なので実は無線 LAN の場合、送信側が送信します。そして受信側の方で正常に受信することができたならば、 到着応答信号アクノレッジの略で ACK というふうにいうんですがそれが送信側に戻ってくれば送信側はよし正常 OK と完了というふうになるんですけどもいつまでたってもこの ACK の信号が返ってこなければどうもこれは失敗したらしいということで送信を再送送を試みるこんな仕組みになっているのが CSMACA 方式なんですね。 c s m a c a 方式はのなぜ無線欄での、ま、利用されてるのかっていうとやっぱりねの相手にもし届かなかったりした時ですねでこの時にどうするのかあるいはそれを見張ること自体がそもそもできないよね。CD、方式はコリジョンがし生じて データを正常に送れなのでのランダムな時間待ってから送信するということで極力データの未着を防ごうという思惑が先にあってそれだったらこの方式の方がいいよねということで積極的に採用されている、えー、アクセス制御方式になりますと。 いうことです。なのでの有線 LAN の場合は CSMACD が積極的に使われで、無線 LAN の場合は CA 方式が積極的に使われているというふうに覚えていてください。ただしがあるんです。はい、実は CSMACD 方式はの今の技術でいうとあまり使われていないんです。ただ、 学習のためには知っておく必要があるんです。そのお話をちょっとしておきます。この青ペンのとこをご覧ください。csmcd は半20の時だけ実は必要なんです。コリジョンというのは1本の線でこっちに行こうとする信号とこっちに行こうとする信号がドーンとぶつかっちゃうということを意味しています。こうなるとこうなっちゃうんですね。実はそういうことが起こるとは半20の時だけなんです。 全20の時は送信と受信を同時にやり取りできますからコリジョンというのは起こらないんですね。で半20と全20っていうのはのネットワークのねもう少し前のところで勉強したんですけれども例えて言うとこんな感じです。糸電話ですね。イ、え、トー電話を一組相手と使いますよ。 この時に私が喋る時相手は耳をつけてますよね。で相手が喋る時は私が耳をつけますよね。これが半二十で切り替えて送受信をするというやり方になります。なので2人同時に喋ったら糸電話としての機能が発揮できないですね。これがまあコリジョンだと思っていただければと思います。で全二十を実現するっていうことは簡単に言うと線の数を増やすんです糸電話を2組用意します。 そして1組目は私としては喋る方で2組目は私としては聞く方相手は逆ですねを使うわけですそしたら話すのと聞くのが同時にできるじゃないですかつまり二進線が必要だということですこれで全20の通信ができるようになるで現在は LAN ケーブルはほぼねツイストペアーケーブルよじれていてペアですから2本線があるっていうこと を使っているケーブルがもう標準なので全二重通信が実はできますただし現在の有線 LAN は全二重が可能ですただし次の場合は半二重になります経情報システムでは結構細かいところがたまに聞かれることがあるのでここまで知っておいて損はないと思いますただし次の場合は半二重になります同軸ケーブルを使うツイストペアケーブルではなくて同軸ケーブル同軸ケーブルは1001本しかないんで これはコリジョンが起こることになっちゃうから半20でででしか通信できないんですねそれからハブの中でもスイッチングハブではなくて何の工夫もないリピーターハブを使う場合は信号の,あの交通整理ができないので半20の通信しかできないんですね。それから 端末自体が半20しかできない古い仕様の端末がそのやり取りの中に混ざっているような場合はそれに合わせてやるしかないというふうになりますね。こういうような場合は現在の優先ランでも半20通信になってしまいます。でえ現在では全20での優先ランの通信が標準的にできますので、じゃあなんで CSMA/CD 勉強するんですかっていうと、実は CSMA/CA を勉強するためには CD を知っておいた方がいいんです。 無線 lan は今主流の技術の一つですよね。で、C、無線 lan の方では csmca 方式が積極的に使われてるっていうふに言いました。で実は無線 lan は半二十しかできないんです。無線 lan は半二十しか少なくとも今の技術では実現できないので。そうなると。の csmcd を使わざるを得ないが csmacd っていうのは。 無線 LAN の仕組みにはちょっと合わないだから似てるけれども違う方法がないかなっていうことで CSMA CA 方式をアクセス制御方式として採用しているこういうま流れがありますでなんで無線 LAN の場合は半20しかできないのかっていうと話は簡単でさっきは糸電話で話しましたが無線 LAN ということは糸電話使わないで空気を使ってこうやって喋って私も今マイクで音を拾わせて 皆さんにお届けしてますよね空気を震わせて相手に情報を伝えるっていうことをやろうとした時に私がだけが喋ってそれを聞いた相手が向こうだけが喋ってお互いに相手が喋ってる時は聞いてるだけだったら別に問題ないんですけど全20やろうとするとお互いに勝手なタイミングでわーわーわーって喋るわけです。そしたら 自分がしゃべってる時に向こうが言ってることってなかなか聞こえないわけわかんないですよね。で実際は人人人人だけじゃなくて3人4人5人となってくるわけです。有線欄の場合は3人4人5人って増えたってそこに必ず専用の線があってそこで交通整理をしてお互いにやり取りするからちゃんと話したり聞いたりっていうのを正確に切り分けて情報やり取りすることができるけれどもこの空気を介してみんながワーワー言ったらもうわけわかんないですよね。 とということになるので無線 LAN では全20というのは少なくとも今の技術では実現できていません。 なのでアクセス制御方式がどうしても必要でも CD 方式は向いてないので CA 方式を使うという流れになります。また無線 LAN のデメリットとして速度や安定性が優先に劣るというのは単にの電波を使ってるから不安定になりやすいよということだけではなくてもともとの技術が無線 LAN の方は半20しかできないので全20と比べるとどうしてもデータのやり取りが増えると混み合って遅くなりやすいという 根本的な弱みがあるわけですそれでもやっぱりねこの設置の自由度が高いとか携帯端末に適しているというところの利用価値は非常に高いのでたくさんね普及するようになってきてはいますただし当然このセキュリティ問題っていうのが大きな障害になってきますそこをどう克服していこうかっていうのが第2項です。無線 LAN の脅威と対策ですね で、括弧1は無線 lan の脅威というのがあります。えー、丸1。通信内容の傍受盗聴。それから丸2番無線 lan の不正利用03番アクセスポイントのなりすましこういったことが無線の場合は有線と比べてリスクが高くなるというのはイメージとしても分かりやすいのではないでしょうか。ここは読んでいおいていただければ結構です。じゃ、脅威への対策2番はどうするのかな？って言うと、基本的には暗号化と。 認証で対策を打っていますこれが少なくとも現在の技術ですね暗号化と認証ですね暗号化データそのものを見てもなんだかわからない状態になっている置き換えられているということそれから認証というのはわ、えー、かりやすく言えば ID とパスワードでその人が本当に使っていいのかどうかということを確認するということですねこれをやる技術が無線 LAN には 組み込まれていますと必須ですよそしてより強固なものが望ましいですよということですで細かい内容はテキストに本文の方にいろいろ書いてありますがまとめたものがこちらテキストの149ページの表ですね表の名前が暗号化及び認証方式の関係という表があると思いますまとめたものがこれなので試験対策としてはこの表で覚えて,おい,ていただくところがいいと思いますでこの表で例えば企画名のところに WEB WPA WPA2 とといいいうのが書いてあると思いますこの規格は下に行くほどよりセキュリティ性が高いものになっています。同じように暗号方式のところも Web は RC4 それから WPE は TKIP と言います TKIP それから WPA2 は AES と書いてありますがこれも暗号化の強度としては下に行くほどより新しくて強度の高いものになっています。また認証方式も についてはウェブはそもそもないですよということです。でそれがない代わりにあの後で出てきますが SSID 無線ンで用いる ID とパスワードの ID に相当するもの SSID というふうに言いますね。それを簡易的に利用するという方法などを用います。それから WPA のところは PSKEAPWPA2 についても PSKEAP と。 いうのがあると思います。この2つについては PS、psk があの個人向け、それから eap があの法人向けというタイプになっています。当然法人向けの方がより強固なものになっています。eap の方は認証のための専用のサーバーを必要とします。私たちが一般の家庭で使うような場合は psk という方を使っているはずです。はいまあ、こういう感じでね。それぞれの言葉下に行くほどより。あの。 新しくて性能の高いものになっていますので言葉のそれからテキストではその後、えー、と Mac アドレスフィルタリングっていうのと SSID 認証というのがありますのでここのお話をしましまょう。無線 LAN を使うということは例えば送信するが受信するが、もちろんねデータをやり取りする にあたっては送信と受信が入れ替わるということって当然ありますけど例えばこっちが送信側こっちが受信側というふうにしましょうでこの送信側受信側で通信をするためにそもそも通信をしていいよっていうの回線の確立をする必要があるじゃないですかそこで認証というのが必要になるということですねでその時の,あの認識の一つの手段として マックアドレスって OSI 基本参照モデルのあたりを勉強した時に出てきました IP アドレスと MAC アドレスって一緒にお話ししたと思います思い出してみてください IP アドレスが付け替えができる論理的な割り振りが付けられている管理番号であるのに対して MAC アドレスはハードウェアに焼き込まれた唯一の番号であるこんなお話をしたと思いますそのマックアドレスを、ね、 のの認識認識証のために使ううということなんですこれはどういうことかっていうと例えば無線、LAN、ルータータとかアクセスポイントがありますここにアクセスする権限を得るためにここあのパソコンとかそれからスマートフォンとかですねこのパソコンやスマートフォンの SSID をこっちのアクセスポイントとか無線ランルーターアクセスポイントと今後言いますアクセスポイントの方に登録するんです。で登録のある ハードウェアだけ接続できるようにするってなると非常に強固な認証のキーになりますよねこういうやり方をマッ c アドレスフィルタリングというふうに言います強固に特定のハードウェアだけを接続するということでこと足りる場合はこれは大変有効な方法ですところが例えばユーザーレベルでパソコンで接続する時もあるしスマートフォンで接続する時もあるしタブレットだっては 3日後に買うかもしれないとかっていうような使い方になるといちいち全部 Mac アドレスを登録するのは大変だしルーターの方だって多分あの登録の数とか限界があるでしょうからこれやりきるのはちょっと難しいですよね。そこで何をすんのかっていうとアクセスポイントの方にアクセスポイントの名前に相当するアクセスポイントの ID があります。 これはあの電気屋さんなんかで買ってきた時に標準的に付いている名前 SSID として使っている方が多いかと思いますが任意にその名前を付け替えることももちろんできます。でそのアクセスポイントの名前をパソコンとかスマートフォンとかタブレットとかの方にも設定しといてあげるとまずはつなげる前提が条件が整います。そこに対して パスワードに相当する、えー、と先ほどのこちらの、ね、暗号化呼び認証方式の関係のところでの認証方式というのがあったと思いますがそこのところで利用するあのパスワードに相当する文字列と SSID を合わせることによって接続を、ね、許可する。 っていうようなスタイルを取るのが家庭なんかでも使うときあるいはあの企業さんなんかで使うときもよく使われる方法だと思いますなので SSID 認証っていうのはアクセスポイントの方の名前であってそれをコンピューター端末の方に登録することによって接続するための前提条件を整えそれとともにパスワードに相当する文字列と合わせて認識を完了させると いう仕組みになっているというのを覚えておいてくださいで、テキストの SSID のイメージという図では無線 LAN のアクセスポイントの SSID が100という名前だということなんですそしたらクライアント A のところに SSID100 というのを登録しますクライアント B のところにも100というのを登録しますそうすればまずはこのクライアント A とクライアント B は無線 LAN アクセスポイント SSID100 とつなげる前提の条件が整う ととということになりますそしてあとはパスワードですねでこの図でいうと無線 LAN クライアント C というのは SSID が200というのが登録されているその200の登録で100のアクセスポイントにアクセスしようとしても接続しようとしてもこれはつながんないよじゃあ C はどうすればいいのかっていうと、えー、クライアント C の無線 LAN の設定のところで SSID100 というのを新たに登録してあげるあるいは既に登録されているんだったらそちらに切り替えて接続を試すと。 いいうふううふにににすすすれば、えー、他ののクライアント A B ととと同じ条件ななるということになりますで最後の表ですね無線 LAN のセキュリティ項目のところですけれども暗号認証と暗号認証マックアドレスフィルタリング SSID と書いてありますがまず基本となるのが暗号化と認証テキストの方では暗号化の「カードがないですけど暗号認証というのがベースですよと。 ということでそれを実現する具体的な方法あるいは認証するための一つのキーとして Mac アドレスとか SSID を使う方法が代表例としてありますということを覚えておいてくださいで一般的な無線 LAN では SSID とパスワードを使う認証方法が一般的ですね。で Mac、アドレスフィルタリングというののも認証のキーになる ものの一つで、より強固、ただしハードウェアと紐づいているというところに制約条件があるというのを覚えておいてください。以上でこちらの説の解説終了です。番書最後確認して終わりにしてください。番書をご覧ください。ヒステーマ丸バズチェックに入ります。引き続きよろしくお願いします。さて、 1> 問1から問8までそれぞれの本文の該当ページ青ペンで書いておきましたので確認をしておいてくださいこの中で今回は問4、5、6この3つを扱っていきますでこの3つのうち問4については一つ独立した形でお話しし問5と問6は関連した内容なので合わせてお話をしていきますいずれも単なる暗記対応ではなくて内容を理解した上で 問題を攻略していけるようにこれからお話を補足という形でやっていくいこうと思いますではまず問い4見てみましょう TCP IP において TCP パケットに発信元の IP アドレスをつけて IP パケットを作りネットワークに送り出すのは OSI 基本参照モデルとネットワーク層に該当するもしこれを暗記で乗り切るのであるならば IP アドレスを 扱う管理するっていうところが強調されて書かれていますよね。そうなると OSI 基本参照モデルのアプセトネデブで言うと IP アドレスはそネットワーク層だったということでこの内容は丸というふうに判断することができます。一方で動作の内容をある程度理解した上でなぜ IP アドレスの管理がネットワーク層で扱われるのか。 というところを理解するならば、こういう風にお話をします。ではテキストの、ね、参照ページ138、OSI 基本参照モデルのこんな感じの図があったページを開いてみてください。これを使ってお話をします。この OSI 基本参照モデルの図は、なんかこうね、7階層のビルが22回2本立っているような図になっていますよね。 これは一体何なのかというと実はデータを送る側送信側と受ける側受信側のことを意味しているんですもし皆さんがのメールでデータを作ってそれを送るということを考えた場合その送ろうとする人はどこにいるのかというとここにいるんですソフトウェアの階層構造を思い出してみてください一番下にハードウェアがあって基本ソフトウェアがあって ミドルウェアがあってアプリケーションがありましたよねあの階層のアプリケーションのことなんですだからアプリケーションの上に人がいますそして人が自分の思いをメールの文章に打ってメールの本文を作ります人間が強く関与するのはそこのコンテンツの文章の中身そのものですよねでもメールで送ろうとするとそのメールの本文のデータだけで送ることはできずそこに メールソフトウェアとしての管理情報とつけていく必要がありますよねで、メールソフトはメールとデータとして送るということを前提にアプリケーションとしてそのメール本文に対してどういう管理情報をつけていくのかということを処理することになるこれに相当するのがアプリケーション層だよということなんですそしてずっといろいろな処理を行って物理層を使って電線で とか光ファイバーで送って送った側で到着したら到着した側はいろいろチェックをしてまたアプリケーションのレベルで元のコンテンツの内容が紐解いて見えるようにするよという状態にするこの一連の流れを実はこの2階建てのビル2階建てじゃないですね2棟建てのビルの図のような感じで実は書いてあるんです。 メールのデータの本文に相当するものを例えばテキストエディターを使って本文をテキストデータとして作ったとしましょうこれを例えば USB メモリに保存したとしますそしてその USB メモリを宅配便で送って到着させるということを考えてみましょう同じようなことが起こるわけです。まずユーザーは自分の手元でコンテンツの内容であるメールの本文に相当するものを作りますそしてそれを USB メモリに保存します。 そしたら USB メモリーを今度は梱包材などでプチプチとかにくるんで衝撃から守る形にしそして箱とかちょっと分厚めの封筒とかさらにかぶせただし宅配の伝票には送り主は誰なのか宛先は誰なのか中身は何なのか、ね、いつ送るのかいつ到着してほしいのか。 とかそういうい基本的な情報を色々書きますよねしかもその伝票は宅配業者さんによってプロトコルが決まっているから特定の会社さんを使おうと思うならばそこの会社さんのプロトコルに合った伝票を使わなくちゃいけないそしてその内容をね書いたら伝票の内容を書いたら書きっぱなしじゃなくて大丈夫かなっていうエラー訂正確認の訂正確認をしますよね間違っていれば訂正しますよねこういうこともやりますね。 そして手元でででそその小包ができたらパケットですよ。それができたら、ね、例えばのコンビニの,この週穫窓口のところに行こうって言って持っていく近くの自分の、ね、住んでる範囲の庭みたいな範囲の中で持っていくそしてこれを送ってくださいっていう送る、ね、手続きをするであとは物理的に宅配業者さんが送ってくれる。 ということになる。そういう手続きと一連をデータネットワークで送る場合も同じようにやりますよということなんです。じゃあ宅配便が相手側の方に着きました。着いた側はどうするんです？着いたらいきなり開けないですよね。まず着いたら伝票を見て誰から来たのか、中身は大体何なのか。で、本当に自分が受け取って開封していいものなのかっていうチェックをしますよね。こういうチェックが あります場合によってはその書いてある住所とかが微妙に間違ってたとしても宅配のドライバーさんがですねあ、これちょっと書き間違えてるもうあそこのビルの何階の会社のあそこに違いないって言えば多少間違ってだってエラー訂正して持ってきてくれることだってありますよねこういうこともネットワーク上でやってるね、エラーチェックとか訂正とかってそういうことですそういうこともネットワーク上ではやりますよ そこも含めて届きましたね。届いたもの、いきなり開けません。チェックします。オッケーとなったら、じゃあ箱を開けましょうね。それから梱包材を解きましょうね。あ、usb メモリーが出てきた。これをパソコンに仕掛けましょう。あ、テキストデータがあるな。開いてみましょう。あ、こういうことを伝えたかったのかってなりますね。送る側が行った手続きの全く逆で開封作業していきますね。 送る側が行な送るための手続きをずっとやっていくで物理的に送るそして届いた側は全く逆の手順でチェックや開封を行っていきコンテンテツを読む通信回線を使う場合まずアプリケーション層でアプリケーションがどんな内容のものを通信回線上で送れるスタイルにするのかというところまで 担当しますそして次プレゼンテーション層のところで文字コードなどをね、えー、どういうものをね相手と同じものに合わせてやるのかっていうようなところを定めでセッション層ですね半20で送るのか全20で送るのかというようなところここが合ってないとうまく通信できない可能性がありますそういうところも定めでそしてトランスポート層のところであの 住所とか名前とかに相当するようなものとか間違いがないような仕組みを仕掛けておきで、具体的にそこの内容ですね送る伝票の内容を書きそしてデータリンク層はコンビニに持っていくっていうね近場のところで必要な移動を行うというようなところもやりそして物理的に電線を使ってデータを送る。 で届いた側ではそれを逆順でチェックしていき最後に開いたものの、ね、コンテンツの内容として確認する実はこういう風うになっているんですだからこういった一連の作業の中で IP アドレスを付与するそしてネットワークインターネットのネットワーク上で走れるパケットの状態にねを整えるというのは IP アドレスを扱っているのはネットワーク層ですよということを意味するわけですこのネットワーク層のところで 送信側の IP アドレス受信側の IP アドレスでねつけて送るで受け取った側もそこでチェックをして OK ということを確認していくということをやるわけです、はい、こういうふうな理解で問い4を攻略できるようになると暗記のの量は少ななくて済むのかなと思います、はい、続いて問い5問い6これまず問題解いてみましょう問い5の方プライベート IP アドレスとは個人に割り当てられた グローバル IP アドレスのことである最後にグローバル IP アドレスって言われちゃうとちょっとそれは違うよねっていうふうになりますよね。というになりますよね。個人に割り当てられたというのは微妙な日本語ですけども個人が持っている端末に割り振るアドレスという意味であるならばまあギリギリ OK かなっていうふうに読み取れますが、えー、プライベート IP アドレスと呼ばれるものは明確にグローバル IP ではない。 でですすす。す。から全く別物ですよととといいうここににななりままんな図を本文のの解説の時にもお見せしたと思いますルーターがあるルーターは LAN の中向けのプライベート IP アドレスを持っているとともに外向けのグローバル IP アドレスを持っているグローバル IP アドレスは世界的あるいは日本で管理している組織にある程度の対価を払って固有の番号をもらうというのが基本的な 利用方法になりいわゆる固定電話の電話会社から付与される番号であるとかあるいは自動車のナンバープレートであるとかそういうような公的な意味合いを持つ番号ですよ。これがグローバル IP アドレスとといいうふうふにお話ししたと思います、はい、なのでプライベート IP アドレスはこの組織の中で任意に自由に、ね、利用できる番号ですからそれとは違いますよという意味で問い4は「 あ、えー、ごめんなさい。問い五は違いますということになります。問い六見てみましょう。事業所内のランに PC が接続されたとき、DHCP の機能によって当該 PC が使用する IP アドレスを割り当てるというふうになりました。DHCP の話もこの図、これと同じ図を使ってルーターの方がこのパソコンそれぞれの IP アドレスを在庫として持っているものから空いている番号を割り振るんですよ。 だから回収した後はまた違う番号だって割り振られますよっていう趣旨のことをお話ししたと思います。はい。でこれはとりあえずのランの中で IP が使えればいい。あるいはえ社内から外にアクセスする時もねインターネットの形式が整える。 整ってていいるる状態でないと使えませんから外ににアクセスするにしてもだから何らかの番号が IP アドレス割り振られている必要があるただしそれが固有の番号である必要はないという利用の方法であるならば今のような DHCP での割り振りが OK ということになります。 まあ、問い6の選択肢、えー説えー、説問文ですね、えー、これについては、まあ、本文、実際に4択とか、ね、5択とかで出てくる本試験の,あの選択肢の一部を拾ってきているので、これ、単体で見ると、のなんか D H、えーと、IP アドレスを割り当てるためには、DHCP の機能でしか割り振ることができないみたいにも、 読みようによっては読めちゃいますけど、まあ、そういう意味じゃなくて DHCP は IP アドレスを割り振ることができますよってそこだけを読めば、まあ、適切な選択肢ですよということですよね。えもちろんこの IP アドレスの割り振りっていうのは DHCP に頼らず人間がじゃあこの番号をこの端末に割り振りましょうこの番号をこの端末に割り振りましょうっていうやり方ももちろん できますただしのよほどのね必要性があるものでない限りそういった割り振りの仕方はしないですねそういう割り振りをするっていうのは例えば「あの部」とか「課」の中での複合機1台置いてあってこれをの従業員さんが持っている1人1台のパソコンから印刷要求とかスキャンのデータ取り込みとかを できるようになっていてでみんながその一台の複合機を共有しているというようなことってあると思うんですねこのような時にはその複合機のプライベート IP アドレスは何か一個のものに定めておいた方がいろんな端末から一位にアクセスしやすいですよねこういうような場合は DHCP に頼らずそこの端末だけを固有のあプライベート IP アドレスで設定するっていうこともあります ただね、えー、とそういう特殊な用途がない限りこの問い6に書いてあるような DHCP の機能によってパソコンへの番号どんな番号でもいいから形式上なんかがついてればいいというやり方はよく DHCP で行います。でここまででで問問問題はは解けけるわけですで実は問5と問6を一緒にした話 わけはですねプライベート IP アドレスそれから DHCP についての理解を一段高めていただこうと思ってこの2つをセットでご用意しました実は本文の説明の時も DHCP の利用方法としてルーターがプライベート IP アドレスを割りあ自動で割り当てるために DHCP の機能をルーターが持っていて割り当てるんですよっていう話をしたと思います実はグローバル IP アドレスを割り当てる時も いわゆるプロバイダーと呼ばれている会社の方がユーザーに対してグローバル IP アドレスを DHCP で割り当てるということをやるんですね。これはどういうことかグローバル IP アドレスというのは自動車でいうと公道を走るためのナンバープレートのようなものなので形式的に整ったもので公的に通用するきちんと登録された番号であるものならば何番がついてたって。 実用上、あの、なんて言うんですか。問題は起こらないですよね。で、自動車のナンバープレートで言えば、あの。大きい番号の四桁のところは、好きな番号を選べるなんていう仕組みもありますけど。あれは人間の気持ちの問題であって、行動を走って良いという許可をもらえるかどうかという意味では。どんな番号だって構わないわけじゃないですか。そういう意味で、実は、このグローバル I. P. アドレスは。公のものでは、でなくてはいけないけれども、かといって。 ななんんか固有の番号を1個固執して使うううととといいい必要がないということもあり得るんですそういう場合は実はこのグローバル IP アドレスはインターネットサービスプロバイダー ISP というふうに書くこともありますけれどもいわゆるプロバイダーさんと呼ばれるインターネットへの接続口となる会社さんですね。 そこの会社さんがこのグローバル IP アドレスの割り振りの面倒を見てくれるわけですけれどもこのグローバル IP アドレスの在庫をその持っているグローバル IP アドレスの在庫の中から空いている番号を DHCP で割り当ててこの番号を使ってねっていうふうにやってる契約が特に個人宅なんかでは一般的ですね。 つまり私たちはいわゆる個人の家からインターネットで、ねえー、利用するような場合自分の単紋ま,、えー、まあ一般にはルーターですねあの家庭内欄作っている方が多いと思うんでルーターにどんなグローバル IP アドレスが割り振られてるのかなんて意識することまずないと思うんです実はこれは接続するたびに変わるんですねあるいはずっとつなぎっぱなしでもある一定時間で切り替わったりするんですあのなそれはなぜか というとう加,いい加,いい加入者さん一人一人に対して唯一の番号を割り当ててたら加入者の数だけグローバル IP アドレスを用意しなきゃいけないからあっという間にプロバイダーさんはグローバル IP アドレスの在庫切れになっちゃう世界的にも在庫切れになっちゃう引き起こす原因になるからですね加入者さんがたくさんいたってみんなが同時にアクセスするなんていうことは通常は考えられないわけで。 で平均的に接続するであろう数の分だけグローバル IP アドレスを持っておきで接続の確認が取れたときだけに空いている番号を貸し出すという方がグローバル IP アドレスを節約して運用することができますよね実は DHCP はこういうふうにも使われていますただこのユーザー側でこのグローバル IP アドレスが番,番号がちょろちょろ変わっても構わないというのはどういうときかというとそれこそ一般家庭での利用に向いている方法で。 一般家庭ではグローバル IP アドレスどんな番号割り当てられるかコロコロ変わったってほとんど影響しないなぜならばあのそのグローバル IP アドレスを目印にこの IP アドレスインターネットのところでお話していきますが実はこれはドメイン名というねあの人間にもっと分かりやすいあの数字の羅列じゃなくって tbcgco.jp みたいなねそういうのに置き換えて。 翻訳しながら利用することが一般的なんですけどもそういったものを例えば公開して t b c g c o j p に来てくださいっていうような集客をすることって個人ではまずないですよね公開してここに来てくださいって言うんだったらこう来てくださいっていう住所がコロコロ変わっちゃこれまずいからそういう場合は高い対価を払ってこの番号は私だけが使えるようにしてくださいっていう料金の高い契約で プロバイダーさんからグローバル IP アドレスユニークなもの唯一のものを借りるわけですこういう方法もありますただし一般家庭の場合はそれをやると高い契約になっちゃうその割に全然利用の意味がないから仮適宜空いてる番号を借りて使わない時は一旦返しちゃうみたいな方法の方がお互いにハッピーだよねという仕組みに実はなっています DHCP の話をしたときに、LAN の中だけで DHCP を使うようなイメージを持った方もいらっしゃるかもしれませんが、プライベート IP アドレスだけではなくて、グローバル IP アドレスの割り振りについても、DHCP というのは、そういった利用の方法がなされているということも、ぜひ知っておいてください。以上で、必須テーマ、丸バスチェック終了です一一旦版書全体もう一度お写し,します。 以上で第6章の内容すべて終了となります。ここまでお付き合いご視聴どうもありがとうございました。